はい、皆さんこんにちは。小学4年生の国語に関してやっていきたいと思いますね。今日は76、77ページのウミガメの命をつなぐの3番の内容になるんですけれども、こちらの内容ですと、今多分学校ですとウミガメに入るか入らないかってところがちょっと多いみたいですね。それなので少し予習がてら、内容を確認していきたいと思います。まずカップ1番、ウミガメの背中に送信機をつけて放流する調査を始めましたとありました。これは2行目から3行目に書かれてるんですけれども、そのようにしたのは何のためですかということでですね、ウミガメのですね、背中に送信機つけていきます。で、それで海に放流するわけですね。何のためかということで、これはね、書き抜きなんでそのまま文章の内容を書いてもらいたいんですけれども、22字で書いていきますが、この第一段落の最後のですね、5行目から6行目のところを見てもらってですね、その部分に書かれている内容で書いていくといいでしょう。そうすると、ウミガメが、点、いつ、点、どこを、泳いいるかを、調べるため、みたいな感じでために続くようにね、書けるといいんで、この部分をですね、抜き出して書いてもらうといいですね。で、過去に今、送信機をつけて放流し、記録を取りましたとありますが、その結果、ウミガメは主にどのように動くことが分かりましたかってことで、これはね、第三段落の内容をまとめて書かなきゃいけないんで、もうちょっと事前に書いておいたんですけれども、こんな形で書けるんですね。海流に乗ってハワイの北西まで行き、自分の力で日本に戻るって形で、すごいですね、ウミガメね。日本で生まれたらハワイの方まで行くんですね。で、場合によってアメリカの方まで行っちゃう子もいるんだけれども、またハワイの方に戻ってくるみたいですね。で、そこら辺はやっぱりハワイの暖かい海っていうのがウミガメのね、生息するのに環境に適してるんでしょうね。で、ハワイで、のあたりで海で生活して、で、まあ大きくなったらまた卵を産みに日本に戻ってくるっていうね、すごいですね。そういう形で生きてるんですね。で、空欄に当てはまります言葉なんですが、カッコ3番ですね。これ24行目のところに空欄がありまして、そこに当てはまる接続語を選んでもらうんですけども、こういった接続語の内容に関しましては、前後の文章をよく読み取ってもらう。前には、こうした2つの研究によって、ウミガメの産卵や成長の様子が少しずつ明らかになってきましたって書いてある。で、その後空欄が入った後に、日本に戻ってきたウミガメが、その後、どこで成長して何歳くらいで卵を産むのかはまだ謎ですって言ってる。分かってないんですね。少しずつ分かったと言いつつも、卵を産むことに関しては分かってないって言ってるわけなんで、これ、うの、しかしですね。逆説の内容ですね。これが入ってもらうといいでしょう。そして、これらの疑問と括弧4番はあるんですけれども、これらの疑問ってどんな疑問ですかっていうことなんで、前の段落の内容をしっかり読み取ってもらうと分かりやすいですね。いいが入ってもらう。ウミガメは卵を産むのまでどのように過ごすのかということですね。で、最後ですね、この疑問を解消するためにウミガメが卵を産むまでどのような生活するのかを分かるためにもう一度ね、いろいろとやることです、あるんですね。で、この研究って形でやっていくわけなんですけど、どんな研究なのかっていうのを、もう穴埋め4つあるんですけれども、全部本文の中から出してもらいます。そうすると最後の段落の内容が中心にはなるんですけれども、まずはやっぱり送信機またですね、つけますね。この送信機っていうのはウミガメが海面に出たり、陸に上がったりすると、人工衛星に電波を出すっていう、そういう装置みたいですね。で、誰につけるんじゃ、ウミガメですよね。はい、つけて。で、もう一度、はい、どこの近くから放流するのかっていうと、捕まえた海ですよね。で、生活の様子ですね。を探るんですね。こんな形で入ってもらうといいでしょう。はい。というわけでですね、皆さんね、こんな形でね、確認してみてください。プリントのね、渡した裏側がこれ、繰り返しの復習になってますんでね、ぜひとももしよかったらね、またやってみてください。はい。というわけで本日はここまでになります。また次回ね、お待ちしております。次が3回目になりますんでね、その次、まとめのテストになりますね。まとめのテストの対策で、次回やっていきますので、よろしくお願いします。ではまた、来週お待ちしておりますよ。じゃあねー。